はい、沖縄ブス様、早いです。今朝琉球もちこバナナジュースにするために、琉球もちこバナナを輪切りにしておりましたら、今年初めて種が入っているバナナが出てきました。台風被害に遭った翌年は結構種のつくバナナが多いんですけれども、去年は台風被害が少なかったので、種がついているバナナはほぼなく今年初めて、です。種どんな感じかと言いますと、ちょっと分かりづらいですけれども、こんな硬いなんか石のような感じです。こういう部分が種として発育するところですね。もっちりもしちゃってるんでちょっと取り出しにづらいんですけれども、こういう形でバナナの種ができます。とある世界的なメーカーはバナナの種を取るのに、何万本もバナナを潰して種を集めているという話を聞いたことがありますけれども、もちこバナナ原種に近いということで、結構種が入ることがあります。